デジタル放送の開始に伴い、放送局や映像制作の現場で高精細な HDTV 映像を取り扱う機会が増えています。そこで未来ネット研究所は 1.5GBps 飛躍式 HDTV 映像のリアルタイム転送および蓄積配信を可能にする IP ネットワーク IBIST インターネット HDTV ビデオスタジオシステムを開発しました。IBIST はメイポス技術をベースにした 2.4GBps の高速低遅延なネットワークシステムです。この図は IBIST 機器を使用した HDTV 転送システムとアーカイブシステムを表しています。転送システムは遠隔地との中継などに適したシステムです。 HDTV カメラで撮影した映像は直接 IP ネットワークを通じてマルチキャスト転送、ゲートウェイを経てモニターに表示、飛躍式ならではの低遅延な伝送が可能です。同時にメディアコンバーターで受信された映像は SDTV 映像に変換、飛躍式の HDTV 映像はもちろんネットワーク上でのフォーマット変換によりマルチレート映像をリアルタイムに配信できます。また HDTV カメラは IP ネットワークの双方向性を利用してネットワーク上の制御端末から遠隔操作が可能、ライブイベントをスタジオでオペレーションできます。アーカイブシステムは IP ネットワークを用いた高精細映像の蓄積と配信が可能なシステム、 IP ネットワーク上でメタデータを用いたデータベースシステムとの連携も容易です。例えばユーザーがメタデータからの検索結果をリクエストするとメディアサーバーは IP ネットワーク経由でゲートウェイに配信、受信された飛躍式 HDTV 映像がモニターに表示されます。 IBIST システムは今後重要性が高まるメタデータを用いた著作権管理などにも柔軟に対応します。IBIST の利用により撮影から編集、蓄積、配信までの協調作業が可能、今までにない効率的な映像制作環境が実現します。また高速光ファイバー回線で結ばれた遠隔地のシステムもシームレスに接続が可能、インターネットサービスとのインテグレーションも容易なため今後拡張が予想される双方向サービスシステムをはじめ幅広い分野にその適用が期待されます。